車話第26話。お医者様。おそらく私が生まれて最初に手を握ってもらったお医者様は角十郎さんだったのではなかったろうか。私の小学校に上がる頃の父や母のいざという時のかかりつけは角十郎さんだった。お医者様といってもすすぼけた家のたたずまいも木綿だつけに合わせといった風体もおよそお医者様のイメージには遠く、それだけにいかにも親しみやすいおじいさんだった。もらってくる薬は飲み薬といえば煎薬ばかり、薬土瓶から吹き出す匂いもいつの時も同じように思えた。小学校に上がったら小井さんは谷内さんというカイゼルヒゲの怖い人だった。だから身体検査は大嫌いだった。先生の前に裸で立つと、目、歯、背中の順に、いかにも手際よく、全く同じような調子で見ておくれる。まず両手の人差し指と親指を同時に働かせて、両目の上まぶたと下まぶたをぐるっと裏返し、次に、あーんをさせて、歯を一別し、後ろを向かせて、背筋をぐいっとなで下ろし、ポンと肩を叩かれたら、おしまいの印。その間、ものの一分くらい。そして、傍らの机で、記録しておられる担任の先生に聞こえるように、案外優しく歌うような声で、眼質なし、牛なし、栄光、栄養をつ、といったふうに言われる。一里離れたこの先生のところへ、三年生の時、トラホームを切ってもらいに、夏休み中通ったことがあった。そこで、初めて私は真っ黒くて、ものすごくうなる扇風機というものを見た。その頃になると、角十郎さんは亡くなられ、うちのかかりつけは半道離れたところにある川江さんということになった。かかりつけといっても当時はお気薬屋が5人も6人も年に2回は回ってくるほどであったから、よほどのことがない限りお気薬で間に合わせた。それで盆正月の薬齢も盆立てや聖母に顔を出すだけといったことで終わることもしばしばであった。この先生は背が高くて、額のところに薄いあざがあったように記憶している。もらってくる薬も水薬に粉薬で、他に浜織の貝殻に入れた香薬が家電として出されていた。口直しが欲しいから飲むのを嫌がってみせると、父は指先につけてちょっと舐めてみて、こりゃ単車ばっかじゃ、俺が飲んでしまいたいわい。稲抱いて飲まにゃ、明日も学校へ行けんぜよ。などと、いい。棚から八花糖の缶袋を出してくる。この先生には妙な因縁で、出来物でうちの者は厄介になった。父の上唇の腫れ物。若くて死んだ兄は、高等科の時、ケツボタに、しぶとい出来物ができて、夏休み中苦しみ、この先生に来てもらって、破ってもらった。ボロがどんだけあっても、おつかぬほど、海がほとばしった。後々、父は、その時の様子を、河合さんが腰のとこを押さえさせるたんびに、ふっふっと、おどおだ出て、海が裂いたぞな。よっころ、山下に違いない。などとよく語っていた。私も17歳の秋、この先生に左の太ももを切ってもらった。陽という出来物だった。このことはいずれ後日、私のその他のいくつかの病歴と一緒に語ることにしよう。河合さんは往診には人力車を使われた。抱えの車夫は黒のまんじゅう傘、反転、
腹掛け、桃引きといった出たちで、それに耳が垂れて、いつでも長い舌を出して、はぁはぁと息を弾ませている茶色の大きな妖犬が一緒だった。先生が車に乗られ、車夫が火事棒にいると、犬は早速車軸の下に入って、肩掛けに向かって首を突っ込み、力いっぱい足を踏ん張り、体全体で引き始める。そのひたすらな様子が、いつ見ても私の心を打った。先生のニッケルメッキの車が、ピカピカと火の光を跳ね返しながら、在所へ入ってくると、在所中は、それだけで一種の不安に陥る。言わず語らず往診してもらうことは、もう死と隣り合わせにいるような思いがする。当時、戸板に乗って八幡へ入院などということは、10年に一度、あるかないかといった在所のことなのである。貧しい人たちにとって、事実往診は、その多くが死亡診断書につながることであり、先生が帰っていかれると、かわいいね、かわいさんの手が切れたげな、といった声が、たちまち巷に広がっていった。